こんにちは、ボーです。前回までならすじは、会社はもう飽きた、関東はもう飽きたと言い出した上司について、福岡に来ますとなり、仕事どうすんのってことで会社を作ることになったんですが、その中で司法書士さんのやり取りについて共有しました。本日は税理士さんにどうやってやり取りしたのってところを紹介したいと思います。税理士さんはもともと司法書士さんが紹介してあげようかって言ってくれたんですが、会ってみたところ波長がなかなか合わなかったんで、やはり出会って大事ですよね。性格の合う合わないがありますよね。カップルと一緒ですよ。マッチングアプリを使用するのが大事です。税理士さんもマッチングアプリで、最近は何でもマッチングアプリがあるんですよ。ってことで税理士 .com さんので見つけました。私と上司が出会ったのもマッチングアプリでした。まあどうでもいい話ですね。で、こちらの税理士 .com なんですけれども、今の税理士さん曰く、今の時代このサイトにとりあえず登録しないとなかなか見つけてもらえないので仕方なく登録しているとか、つまりまともな税理士さんを見つけようと思ったらこのサイトに行けば大体見つけ出せるということみたいです。なので税理士さんを探すならこの採用をぜひ使用することをお勧めします。その中で2人ぐらいズームでお話しした結果、今の税理士さんが上司との性格に合っているということでお願いすることになりました。税理士さんにお願いするには金額によって頻度がめっちゃ変わってきます。深さっていうのは、領収書を自分で仕分けるのか、税理士さんに全部やってもらうのかっていうところです。仕分けって皆さん聞いたことありますかね。起業する上でお会社のお金を使ったら、きちんとお国に申告して税金を決めてもらわないといけないんです。お国に申告する方法ってフォーマットが決まってて、預金したら報告、物を買ったら報告、物を売ったら報告っていう風に、何でもかんでも報告しないといけないんです。この一個一個の動作を報告するために記帳っていうのをするんですが、その記帳を自分でやるか税理士さんに任せるかでかかるお金が2倍ぐらい違います。その記帳をどうやってやるのか、税理士さんとどうやってやり取りするのかというと、管理アプリがあります。最近は本当何でもネットでできてしまいます。私が今使っているアプリはネフォワードというものです。大企業とかになってくると独自のシステムを構築して管理してるみたいですが、私たちのような2人会社だと全然全く問題ありません。毎月3000円で私たちは使い放題、税理士さんとも共有ができる。マジで使い勝手のいいアプリです。はい、ではアプリの説明は以上となります。次に給与決定をどうやってやったのかっていうところを紹介したいと思います。給与って自分の好きな金額もらえばいいじゃんって思うかもしれないですが、自分の稼げる額以上に給与を決定しまうと速攻で破産してしまいます。なので給与決定はなかなか考えものです。しかも金額を大きくすればするほど税金もどんどん上がっていきます。上司は年収2000万は行きたいなって思ってるらしいので、年収600万くらいになるようにセッティングするらしいです。なぜ600万円にしたかっていうと、個人で年収600万くらいだと適用される課税が ざっくり 10% くらいらしいです。で、多くなれば 20% ぐらい 30% ぐらいっていう風に増えていきます。で、これの一番ちょうど上限値600万ぐらいが10% で抑えられる最高額らしいので、そういう風にするらしいです。で、適用される課税は年収によって大きく変わります。なので経営者さんたちも、自分がどれぐらい持っていて、どれぐらいの会社に残すのが一番利益が出るのかを考えながら給与決定するらしいです。会社の税金は純粋な利益に対して、年800万円以下の所得税金額については 15%、800万を超える所得金額については 23.2% っていうことらしいので、個人に渡しつつ法人税も最小に抑えつつのいい感じにできるのがベストっていうことみたいですね。難しいですね、私には分かりません。ということで、いろいろシミュレーションした結果、上司は年収600万ぐらいでいくらしいです。しっかり税理士さんと話し合って決めたので、まあ、問題ないんじゃないかなと思ってます。で、最後に決めないといけないことが規定の整備です。なりふり構わず出張に行ったから出張費をいっぱい払おうってするとお国さんが怒ります。なんでこんな経費使ってんだよって怒られちゃって、税金をいっぱい取られます。なので、どういう基準でどういう支払いをするのかっていうことを事前に決めとかないといけません。そのために会社の規定を作ります。私は完全に上司におんぶになった子だったんですけれども、出張費規定とかだと50キロ以上の出張に限り日当を払うとかになってます。私の元いた会社と遜色ないレベルの規定を作り込んでました。本当にすごいですね。現時点、上司は一人でこんなに規定を作ってました。規定の種類とは、テレワーク規定、社用車管理規定、借り上げ社宅規定、出張旅費規定、役員報酬規定、
それを毎度税理士さんにも見せつつ相談しつつやっていかないといけないので、なかなか大変そうでした。私は上司に恐ろしくて面と向かって言えませんが、めんどくさいのでこんなに作りたくありません。こんな感じでお金をかければ全部税理士さんにやってもらって任せられるんですけれども、私たちの会社はそんなにお金がないので基本的に自分で調べてやる、困った時だけ税理士さんに相談するというやり方で進めることになりました。司法書士さんは会社を作るまでお付き合いがほとんどで、税理士さんは会社が存続している間はずっとお付き合いしていかないといけないので、司法書士さん選びより税理士さん選びの方がしっかり決めた方がいいかなって私的には思いました。今の税理士さんは私的には東京だったし、しっかりしているし良かったなって思ってます。では今回は税理士さんにお願いしたことってなんだっけっていうことを共有させていただきました。最後まで聞いてくれてありがとうございます。